偉業となる連覇のかかった一戦です。栄光の頂き凱旋門賞。人気と実力を兼ね備えたベニスパーク、今日は3番人気です。2番人気を紹介しましょう。モンジュ、威風堂々とスタートを待つのはこの馬娘。ここまで無敗、前年の覇者ミスターシービー、1番人気です。凱旋門賞連覇の偉業成し遂げることができるでしょうか。各馬娘ゲートに入って体勢整いました。スタートです。各馬娘綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。期待通りの結果を出せるか。1番人気ミスターシービー、日本の4人の馬娘たちが凱旋門賞の大舞台へ飛び出していきます。立ちはだかるのは世界の名だたる強豪。日本の馬娘たちはどう挑むのか。さあ日本勢の注目はミスターシービー。アウェーでも物怖じすることなく冷静にレースを進められそうですね。ここからは高低差 10m の上り坂が待ち受けています。モンジュ上がっていきます。14番会長に飛ばしていきます。依然先頭は14番。先頭から大きく離されて2番手はタップダンスシティ。私の注目する日本の馬娘です。ここロンシャンでも快調な走りを見せていますね。1馬身差16番、4番手、少し後ろから2番、少し離れて15番、少し後ろから13番。第3コーナーを回って下り坂、馬娘たちが続々と下っていきます。6番並んでくる。そしてその外を回ってベニスパーク、内を回ります。モンジュミスターシービー、ここにいます。持ち味の鋭い差し足は炸裂するのか。終盤に期待しましょう。その後ろ17番、その外並んでリガントーナ、内で7番、少し離れて1番、少し後ろから20番。残り 1000m を通過。第4コーナーカーブ15番、ここで抜け出した。ミスターシービー前を狙っているぞ。さあ外から先頭を伺うのはベニスパーク。ミスターシービー内で様子を伺う。これからフォルスストレートに入っていきます。まだゴールは遥か先にある。偽りの直線。さあここで目覚めるか。ミスターシービーこのまま一気に差しに行くのか。さあロンちゃんの長い直線、先陣を切ったのはミスターシービー。大外からリガントーラ、すごい足で上がってきた。頂に通じる最後の道、残り400。追い上げてくる子はまだ2馬身の後ろ。2番手争いはモンジュー、ベニスパーク最高の栄誉まで残り200。リガントーラ驚異的な末脚、リガントーラ並びかけてきた。リガントーラ差し切ったゴール。勝ったのはリガントーラ。圧巻の走りで世界最高峰のレースを制しました。もっと出し切れたかな。注目の1番人気19番、ミスターシービー。始まる。偉業となる連覇のかかった一戦です。栄光の頂き凱旋門賞。3番人気にはベニスパーク、2番人気を紹介しましょう。モンジュー、スタンドに押しかけたファンの期待を一身に背負ってここまで無敗、前年の覇者ミスターシービー、1番人気です。凱旋門賞連覇の偉業を成し遂げることができるでしょうか。各馬娘ゲートに入って体勢整いました。さあゲートが開いた。各馬娘綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。期待通りの結果を出せるか。1番人気ミスターシービー、日本の4人の馬娘たちが凱旋門賞の大舞台へ飛び出していきます。立ちはだかるのは世界の名だたる強豪。日本の馬娘たちはどう挑むのか。さあ日本勢の注目はミスターシービー。遠い異国の地でもいつもと変わらない力を発揮してくれることでしょう。これからロンシャンのタフな急坂を上がっていきます。さあ花に立ったのは17番。このままリードすることができるか。続きましたタップダンスシチ、世界の強豪を相手にいい位置につけていますね。5馬身離れて18番、その後ろ11番、13番、外から行く。少し後ろから20番、少し離れて3番、外を回ります。16番、少し離れてモンジュー。5番、追走。少し後ろからミスターシービー。第3コーナーカーブ、急勾配の坂を下っていきます。内を回ります。10番、
ベニスパーク、並びかけてきた。そしてそのうちから来たのはリガントーナ。15番並んでくる。そしてそのうちから来たのは9番。その外並んでマンハッタンカフェ。ロンシャンの大舞台でじっくり構える方向待機策に打って出たようですね。ダップダッシュシティ先頭進みますが、これは正解でしょうか。残り 1000m を通過。まもなく第4コーナーカーブ。ミスター CB 前を狙っているぞ。ミスター CB 伸びてくれた。さあ外から先頭を伺うのはミスター CB。 ここで動くかまだ控えるか。各馬娘オルシストレートに入っていきます。ミスター CB ここで抜け出した。まだ差がある。ここから先頭を捉える子は出てくるのか。現在1番手はミスター CB。 いよいよ最終直線。最初に抜け出したのはミスター CB。 スタンドの大歓声を浴びて各馬娘が一斉に突き進む。さあここからだ。凱旋門賞いただきに通じる最後の道。残り400、最高の栄誉まで残り少し。凱旋門賞は目の前だ。速い速いミスター CB。 足を覚えない一着はミスター CB。意地を見せて栄冠を手にしました。連覇達成。勝ったのはミスター CB。 今年もこの大舞台凱旋門賞を制し、日本の世界の歴史に残る偉業を成し遂げました。2着リガントーナ、3着に入ったのはベニュースパーク。君にもわかる、私今最高に楽しい。